平野翔さんダンスランキング3位なのに映像なし。衝撃の真相とファンの怒りを徹底解説。平野翔さんのダンス映像が放送されなかった衝撃。ランキングの真実とファンの怒り。平野翔さんがダンスランキングで第3位に選ばれたにもかかわらず、その映像が全く放送されなかった出来事は、多くのファンにとって非常に衝撃的なものでした。ランキングが発表された際、 多くのファンがどんな映像が流れるかと期待していましたが、実際には平野さんの映像は一切流れず、他の順位のアーティストたちの映像が放送される中、彼だけが完全に無視されたかのように感じられました。この事態に対して、ファンは怒りや失望を抱え、SNS 上でその声を上げています。中でも、どうして平野さんのダンス映像がないのかという疑問や、せっかくのランクインがこんな形で終わってしまった。 という嘆きの声が多く見られました。ファンの中には、この状況を、もやもやすると表現する人も多く、テレビ局に対して納得のいく説明を求める声も上がっています。一方で、ランキング番組において、放送局や制作側の意図が疑問視されることも少なくありません。今回の平野さんのケースでも、映像が放送されなかった理由が明確に説明されていないため、 視聴者の間でさまざまな憶測が飛び交う結果となりました。一部では、元踊り時の事務所との関係性や、テレビ局内部での忖度が影響しているのではないかと考える声もありました。こうした疑念が生まれる背景には、長年続いてきた芸能界の複雑な力関係や、スポンサーや制作側の思惑が絡み合っているのではないかという見方もあります。それはただの推測に過ぎないものの、 ファンの不満と疑問を引き起こすすには十分な要因ですまた、ランキング番組そのものの透明性にも疑問が投げかけられました。ファンにとっては、ランキングで選ばれるということは、そのアーティストのパフォーマンスを広く紹介する絶好の機会です。しかし、今回のように、ランキングに選ばれたにもかかわらず映像が一切流れない場合、なぜランキングに選ばれたのかという疑問が残り、 ランキング自体の信憑性も問われることになります。ランキングで評価された結果を視覚的に共有できなければ、視聴者にとってその結果が正当であるかどうか判断する材料を提供できず、番組そのものの価値も下がってしまいます。こうした状況は、ファンの側にとってだけでなく、番組を制作する側にとっても大きな課題となります。視聴者の反応やファンの声は、現代のメディアにおいて非常に重要な要素となっており、 それが番組の評判や視聴率に直結することも少なくありません。特に、平野翔さんのように熱心なファン層を持つアーティストが絡む場合、そのファンたちの反応は大きな影響力を持つといえます。彼らの意見や不満を無視したまま番組制作を続けることは、結果として視聴者離れを招くリスクを伴います。今回も、ファンの中には、もうテレビは見なくなった、と述べる人がいるように、 視聴者が感じる不信感は今後の視聴行動に直結する可能性があります。一方で、平野さんの映像が放送されなかったことによる意外な効果も見られました。それは、逆に彼の存在が再び注目を集め、ファン以外の視聴者が彼のダンスパフォーマンスに興味を持つきっかけとなったことです。なぜ映像が流れなかったのかという疑問がネット上で広がり、それがきっかけで彼のダンスを初めて見る人や、 彼の過去のパフォーマンスを振り返る人が増えたようです。結果として、SNS 上での議論や話題性が高まり、ファンコミュニティの結束が強まると同時に、新たなファンの獲得にもつながった部分があるかもしれません。さらに、こうしたファンの反応は、テレビ局にとってのリスク管理の難しさも浮き彫りにします。情報が瞬時に拡散される現代において、一度の放送ミスや配慮不足が大きな波紋を呼ぶことは避けられません。 今回の出来事では、ファンがテレビ局に抗議する動きや、SNS での拡散が見られましたが、それは単なる不満の表明にとどまらず、テレビ局の対応そのものを問う声でもありました。このような状況では、テレビ局や制作側が視聴者とのコミュニケーションをどう取るかが重要です。誤解を招かないための説明や、視聴者の意見を取り入れる姿勢が求められます。また、今回の出来事は、 芸能界全体の透明性や公正さについても考えさせられる機会となりました。特に、平野さんが以前所属していた事務所や、他のダンサーとの比較が話題に上る中で、視聴者やファンが求める、公正な評価とは何かが問われています。現代の視聴者は、ただ結果を受け入れるだけでなく、その結果がどうしてそうなったのかという過程や背景にも関心を持ちます。そのため、 制作側がどのような意図で番組を構成し、どのような判断で映像を放送するかについても、より透明性を持たせる必要があるのではないかと感じます。このように、平野翔さんの映像がランキング番組で放送されなかったことは、一見すると単なる1エピソードに過ぎないかもしれませんが、実際には多くの問題や疑問を投げかける出来事でした。ファンの熱意と愛情。 そしてその期待が裏切られたと感じた瞬間に生まれる失望感は大きなものであり、同時にそれが芸能界やメディアのあり方を再考させる力も持っています。視聴者やファンの声がますます大きくなり、それがメディアに影響を与える時代において、制作側はその声にどう応えるかが求められます。これからの芸能界やメディアがどのように進化し、変化していくのか。その答えは、 こうした小さな出来事の積み重ねの中にあるのかもしれません。ファンにとって、平野翔さんのダンスは単なるパフォーマンス以上のものです。それは彼の努力の結晶であり、彼の魅力を最大限に引き出す手段でもあります。だからこそ、ランキングに選ばれたにもかかわらず、その姿を多くの視聴者と共有できなかったことは、非常に残念な結果となりました。しかし、その中でもファンは彼を支え続け、 新たなファンを巻き込みながら彼の存在感を広げています。今回の出来事が彼のキャリアにどのような影響を与えるかはまだ未知数ですが、少なくとも彼のファンダムはますます強固なものとなり、彼自身も新たな挑戦に向かって進んでいくことでしょう。ファンたちの支えと期待を背に、平野翔さんはこれからも多くの挑戦に立ち向かっていくことが予想されます。今回のランキング番組のような不満が残る出来事は、 彼にとっても苦い経験であったかもしれませんが、その経験をバネにして新たなステージへ進む機会と捉えることができるでしょう。ファンは彼に対して強い支持を示し続けており、彼自身の成長や新しい活動に対して常に期待を寄せています。また、ファンの声が大きくなるにつれ、メディアやテレビ局側もその声に耳を傾けざるを得ない状況が生まれてきています。 視聴者の不満や疑問がインターネットを通じて瞬く間に広がる現代において、メディアの姿勢が試される場面は増えていくでしょう。視聴者は単なるエンターテインメントを求めるだけでなく、その裏にある公正さや透明性をも期待しているのです。今回の出来事は、そのことを改めて浮き彫りにしました。テレビ局が視聴者の信頼を取り戻すためには、もっとオープンなコミュニケーションを取ることが求められます。例えば、 今回のようなランキング番組では、なぜ特定の映像が放送されなかったのか、背景を丁寧に説明する姿勢があれば、視聴者の理解を得ることも可能だったかもしれません。視聴者が疑問を抱く中で、ただ無視するのではなく、積極的に対話を試みることで、メディアと視聴者の間に新たな信頼関係を築くことができるでしょう。そうした姿勢が、今後のテレビ業界全体の信頼回復にもつながる可能性があります。 同時に、ファンたちはこうした出来事を通じて、自らの声がいかに大きな影響力を持つかを実感しています。インターネットや SNS を活用して、好きなアーティストを応援する活動がますます活発になっている中、ファンコミュニティの力は無視できない存在となりました。平野さんを応援する多くのファンたちが、SNS 上でその思いを共有し合い、団結する姿は、彼を支える大きな力となっています。 特に若い世代のファンたちは、SNS を通じて自分たちの声を発信し、広げていくことに非常に慣れています。そのため、メディアやテレビ局に対しても、ただ受け身でいるのではなく、積極的に意見を表明する姿勢を見せるようになっています。こうしたファンの動きは、アーティストにとっても非常に心強いものです。彼らが自分の活動を応援し続けてくれることで、 アーティスト自身もより大きな目標に向かって挑戦する意欲を持つことができます。平野さんにとっても、ファンの声は励みであり、その支えがあったからこそこれまでの困難を乗り越えてきたと言えるでしょう。彼のファンに対する感謝の気持ちや、彼らの期待に応えるための努力は、これからの活動にも大きく反映されていくはずです。そして、今回のランキング番組での出来事をきっかけに、 彼のダンンススやパフォーマにに対すするる評価がささらに高ままことも期待されますランキングで映像が流れなかったことが逆に注目を集め、彼のダンスの魅力を再発見する人々が増えたように、これからも多くの人々に彼の才能が知られていくことでしょう。ファンにとっても、今回の出来事を通じて改めて彼の魅力を再確認し、より一層の応援を続けていくきっかけになったかもしれません。